田中正造、田中正造、田中正造、天保12年11月3日、1841年12月15日から1913年、大正2年9月4日は、日本の政治家。日本初の公害事件と言われる、足尾公独事件を、明治天皇に直訴した、政治家して有名。衆議院議員選挙に、当選6回。要命、健三郎。 ゲ谷国阿蘇郡小中村、現、栃木県佐野市小中町出身。生まれは、名主の家ではあったが、田中本人によれば、村では、中流でそれほど裕福な家ではなかったという。父の後を継いで、小中村名主となり、幕末から村民らと領主である後家六角家に、対して、政治的要求を行っていたが、このことが元で、明治新直前の慶応四年。 1868年に投獄された。なお、この時の牢は、縦横高さともに1メートルほどしかない、狭いもので、立つことも寝ることもできない過酷な構造だった。翌年に出所。明治3年、1870年、江差県花輪市長、現、秋田県和野市の管理となった。翌年、上司の木村新八郎殺害の容疑者として逮捕され、 投獄されている。これは、物的証拠もなく、冤罪だったと思われるが、肖像の性格や言動から、当時の上役たちに反感を持たれていたのが影響した、らしい。1874年、明治7年に釈放されて、小中村に戻り、1876年、明治9年まで隣の石塚村、現、佐野市、石塚町の、造り酒屋恵比寿屋の番頭を務めた。 幕末に大沢勝と結婚しているが、その結婚の年については、諸説ある。1878年、明治11年、区会議員として政治活動を再開。栃木新聞、現在の下付新聞が創刊されると、翌年には同志編集長になり、紙面上で国会の設立を訴えた。また、応面者や後順者に社員として参加している。 1880年、明治13年、栃木県議会議員。1882年、明治15年4月、立憲会新党が決闘されると、その年の12月に入党している。県令、現在の知事だった、三下道常と議会で対立。自由民権運動の中で、カバさん事件に関係したとして1885年、明治18年逮捕されるが、 三島が移動によって栃木県を去ると年末に釈放された。1886年、明治19年4月1日開会の第13回臨時県会で議長に当選する。1890年、明治23年第1回衆議院議員総選挙に栃木3区から出馬し、初当選する。田中は帝国議会でも当初は、 立憲改新党に属していた。この年はら瀬川で大洪水があり、上流にある足尾銅山から流れ出した鉱毒によって稲が立ち枯れる現象が流域各地で確認され、騒ぎとなった。1891年、明治24年、鉱毒の害を視察し、第2回帝国議会で鉱毒問題に関する質問を行った。1896年、 明治29年にも質問を行い、群馬県大浦郡、渡瀬村、現、群馬県館林市の雲龍寺で演説をった。1897年、明治30年になると、農民の鉱毒反対運動が激化。東京へ陳情団が押しかけた。当時このような運動には名前がついておらず、農民らは押し出しと呼んだ。田中は鉱毒について、 国会質問を行ったほか、東京で演説を行った。農商務省と足尾銅山が泡予防工事を確約、脱流装置など実際に着工されるが、効果は薄かった。1900年、明治33年2月13日、農民らが東京へ陳情に出かけようとしたところ、途中の群馬県大浦郡、佐抜村大和川又村、現、明和町川又で、 警官隊と衝突、流血の惨事となり、農民多数が逮捕された川又事件。この事件の2日後と4日後、田中は国会で事件に関する質問を行った。これが、暴国に至るを知らざれば、これすなわち、暴国の義につき、質問書、日本の憲政史上に残る大演説であった。2日後の演説の途中で当時所属していた県政本島を離党した。 当時の総理大臣、山形有友は、質問の意味がわからないとして、答弁を拒否した。この年の川又事件後半の傍聴中、田中が悪をしたところ、態度が悪いとして、管理部辱罪に問われ、裁判にかけられた。なお、川又事件は、仙台控訴審での差し戻し審で、起訴状に担当検事の署名がないという理由で1902年、明治35年に、控訴不受理、 一心で無罪だった者については拘束棄却という判決が下り、全員が釈放された。1901年、明治34年10月23日、田中は議員を辞職したが、公読被害を訴える活動は止めず、主に東京のキリスト教会などで公読に関する演説をたびたび行った。12月10日、東京市日比谷において、帝国議会会員式から帰る。 途中の明治天皇に足尾高読事件について直訴を行う。途中で警備の警官に取り押さえられて直訴そのものには失敗したが、東京市中は大騒ぎになり、号外も配られ、直訴状の内容は広く知れ渡った。直訴状は、高徳周水が書いたものに、田中が過失修正したと伝えられる。田中は即拘束されたが、政府は単に強人が、 馬車の前によろめいただけだとして不問にすることとし、田中本人の言及による即日釈放された。田中は死を覚悟しており、釈放後、妻勝宛てに自分は12月10日に死ぬはずだったという意味の遺書を書いている。また、直訴直前に迷惑がかからないようにと、勝に離縁状を送っているが、勝本人は離縁されてはいないと主張している。1902年、 明治三十五年、川又事件後半の際に悪をした罪で、重禁後四十日の判決を受け服役。この時聖書を読み、影響を受けた。この後の田中の言葉には、悔改めようなど、聖書からの引用が多くなる。ただし、キリスト教への改修はしなかった。1902年、明治三十五年、渡瀬川下流に貯水寺を作る計画が浮上。 建設予定地となっていた埼玉県川辺村、豊島村の反対運動に参加。計画は白紙になった。1903年、明治36年には、栃木県下津賀郡谷中村が、貯水地になる案が浮上。田中は1904年、明治37年7月から実質的に、谷中村に住むようにしている。同年、栃木県会は秘密会で谷中村買収を受け継ぎ。 貯水池にするための工事が始められた。1906年、明治39年、谷中村議会は、藤岡町への合併案を否決するが、土地議は、谷中村は、藤岡町へ合併したと発表。谷中村は、強制廃村となるが、田中はその後も、谷中村に住み続けた。1907年、明治40年、政府は、土地収容法の適用を発表。 村に残れば犯罪者となり逮捕されると圧力をかけ多くの村民が損害に出たが田中は強制破壊当日まで谷中村に住み続けて抵抗した。結局この土地が肖像の終わりの住処となる。1908年、明治41年、政府は谷中村全域を河川地域に指定。1911年、明治44年、 旧夜中村村民の北海道ところ群、サロマ別原野への移住が開始された。土地の強制買収を不服とする裁判などがあり、この後も精力的に演説などを行ったが、自分の生命が先行き長くないことを知ると、1913年、大正2年7月、子さんの支援者らへの挨拶周りに出かける、運動資金援助を求める旅だったともされる。 その途上の8月2日、足利郡東村毛羽田、現、佐野重毛羽田町の支援者、新田政治老宅で倒れ、約1ヶ月後の9月4日に、同所で隠しした。71歳を打つ。下付新聞によれば、死因は胃がんなど。財産はすべて高度化反対運動などに使い果たし、死去した時は無一文だったという。死亡時の全財産は、 信玄袋一つで、中身は、書きかけの原稿と、新約聖書、花紙、川のり、小石三個、日記三冊、帝国憲法とまたイ伝の合本だけであった。なお、病死前の1月22日に、小中の邸宅と、田畑は、地元の歌唱器川村小中農協会、現、小中農協クラブに寄付してい、邸宅は、現在、小中農協クラブが管理している。 雲流寺で、9月6日に密葬が行われ、10月12日に、佐野町、現、佐野市総集寺で本葬が行われた。参列者は20万人とも言われる。田中の遺骨は、栃木、群馬、埼玉県の高毒被害地計6カ所に分骨された。このため、墓は6カ所にある。なお、このうち1カ所は1989年、平成元年に公表されたもので。 それ以前の文献では5箇所とされていた。足尾銅山は1973年、昭和48年に閉山となり、現在でもその後を残している。そして、田中が明治天皇へ行おうとした直訴状は、2013年、平成25年に、渡瀬雄遊水地や田中の出生地である、佐野市を訪れた、秋人天皇へと伝えられることとなった。 未遂から実に百十二年後のことであった。聖師、樋口清監修、庭はじめに著によると、尊卑文脈に記している岩松氏の一族という、足利義順のこの時朝、岩松事件の弟、畠山康志国の兄位が、田中二郎と称し、足利軍伝中号に定着したと伝わる。この田中と菊に、孫の万国は、足利高氏に従い、先行を立てて、 肖像の代まで至ったという。1974年には、ボロの旗として映画化。宮本は、同作でも、脚本を担当。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。